こんにちは、ハロー上田です。私は今ですね、岡山県真庭市勝山に来ております。僕のもろ地元です。まあ、今回は我が町の人気遠足スポットということでですね、神場の滝に来ました。ここはですね、もう本当にもう緑豊かな、自然豊かな場所でして、中国地方で随一のスケールを誇る、そして西日本で最大級の滝がこの奥の方にあります。ただ滝に行くまでも見どころがたくさんありまして、僕はですね、リアルに勝山小学校、ここから5キロ離れたところなんですけども、歩いて遠足で来てました。県北の保育園、小学校ではもうここに遠足に来るのが定番となってます。こちら神場の滝自然公園、こちらね、日本の滝100選にも選ばれておりまして、壮大な滝となっております。あとね、ここにも書いてる、猿にって書いてるでしょ。これ実は滝に行く途中に野生の猿に会えるかもしれないということで、いつもいるわけではないんですけども、運が良ければ本当にその辺に野生の猿が何の警戒心もなく普通にいますので、なのでこういった看板もあるんです。猿に食べ物を与えないこと、餌と間違えそうなナイロン袋、紙袋等を持ち歩かないこと、猿をからかったり脅したりしないことなど、こういったものが真庭市がこれお願いとして看板で出しているぐらい、本当に時にはもう野生ですからね、危険な時もありますし、僕らよくちっちゃい頃からね教わったのが、こういう肩にかける系のカバンを持つなら持ちなさいと。もうポケットに裸で財布とかを持っていたら、財布とかでも本当に猿がパッと持っていくんですよ。なので、そこも気をつけながらというのもちっちゃい頃から教わってます。滝に行く前にこんな素敵なものも見れるんですよ。この素敵な沢、この水がずっと続いてるんですよ。言ったらこれも神場の滝の水なんですけどね、滝から流れてくる水。もうすぐね、料金所がもう見えてきたんですけどね。ただいま猿は公園内にはおりません。今日はというか今は猿はいないという。そして滝に行く途中に実は鍾乳洞もある。この鬼の穴っていうんですけど、みんなね小学生とか必ず神場の滝に来たら行くところなんですけど、ここも結構ね結構登るんですよ。これ260メートル上ですからね、距離じゃないですからね。だから往復は3、40分かかりますよと。ちょっとそこもせっかくなんで行ってみたいと思います。マイクが落ちた。着いた。ここです、鬼の穴。30年ぶりに鬼の穴に入ってみたいと思います。すごい神秘的な動物じゃないわ、神秘的な洞窟だ。自然が作った洞窟、人の力では絶対に作れない洞窟、ここに鬼が住んでいたという。やっぱね、暑かったんですけど、やっぱこの中涼しいですわ。めちゃくちゃ高い、この洞窟のこの高さ、これは迫力ですわ。見てください、すごいお金が、お賽銭というのかな、何というのかわからないですけど、刺してありますので、僕も刺したいと思います。よし、行くぞ。よいしょ。目的の滝に行く前に
なぜか達成感が。でも今日の目的は滝なので、滝に向かって突き進みたいと思います。これ今はいないんですけど、本来猿がいるスポットはこちらです。僕はですね、地元ということもあって何度も猿とお会いしてます。猿の貴重な映像がございますのでご覧ください。いや、こういうふうにね、猿がね、もういるときはもう人間への警戒心とかゼロで普通にこういうふうにいてくれるんですよ。くつろいでたり、たまにもう道を塞ぐように大きい猿が横たわって寝てるんですよ。時にはね、こういうふうに猿がターザンみたいになんか遊んでるんですよ。猿が、多分ボス猿がおい帰るぞ、山に帰るぞっていう合図をなんかしてるんでしょうね。急にこういうふうに一斉に猿が山の方へ。あー、もう近いですよ。滝から落ちたての水、滝の成分が生きてます。いやー、着きました。いやー、これがですね、日本の滝100選にも、そして日本百景にも選ばれた丹波の滝でございます。すごいでしょこのスケール。これ高さが110メートル、そして幅20メートルという、もう西日本最大級の滝でございます。自然ってやっぱすごいな。ちょっとマスク外しますね、せっかく綺麗な空気があるんで。あー、美味しい。綺麗な空気を吸った、吸いたての喉で歌わせていただきます。そのメットで仲間割れてやりましょう、そして輝くウルトラソウル。この声が聞こえるかい。この僕がおすすめする丹波の滝は遠足スポットとしては最高の場所でございます。ぜひ一度遠足スポットとして、そして観光スポットとしても訪れてみてください。お待ちしてます。ありがとうございました。